Social Democratic Party 社民党熊本県連合全国連合熊本県連合ジャーナル社民党熊本県連合が主催連携おすすめしている活動を報告します。1946年6月25日に帝国議会に上呈された憲法改正案は4ヶ月にわたる両議院の審議を経て10月6日衆議院において最終的に可決されました。その後枢密院に再批准され同月29日可決上奏裁可を経て11月3日日本国憲法として公布されました。公布された日本国憲法は官報号外に掲載されました。平和の創出を平和憲法を世界に広め生かそう。11月3日今日は憲法公布の日です。社民党熊本県連合副代表橋村里香が訴えます。皆さん、おはようございます。おはようございます。ご中高生の皆様も大変お騒がせしております。先ほどご紹介いただきました社会民主党熊本県連合副代表を務めております橋村里香でございます。私は30年前法律を勉強していました。日本国憲法が私たちにとっていかに大切なものかを学びました。日本国憲法は9条が最も大切であり守るべきものとの意識が高まっています。ですが私は9条はもちろん大切ですが日本国憲法の全文を読んだときに学生時代の自分の心が震え胸の奥が熱くなったことを思い出します。日本国憲法そして特にこの全文こそが私はこの国の良心であると思っています。全文は政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように決意し主権が国民にあることを宣言しています。そしてさらに恒久の平和を念願し人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するつまり人と人とのつながりを深く感じ尊敬の念を持って強く信じること、そして平和を愛する諸国民の公正と真偽を信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意したのです。世界の人々は平和を愛しています。愛という言葉を憲法という国の大元となる法の中にしっかりと刻んでいます。そして日本はその世界の人々の平和への愛を信じその信頼のもとにこの国の国民は生きる決意をしたのです。さらに全文はこのように語りかけます。我らは平和を維持し専制と永住圧迫と偏境を地上から永遠に除去しようとする努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う。戦争によって大きく傷つき苦しいだからこそ平和の大切さを感じることができる今の日本はこの平和を守るために国際社会の先頭に立って平和を守るリーダーとなるべき、そしてまたそうありたいと、そして全世界の国民が等しく恐怖と絶望から逃れ免れ平和のうちに生存する権利を有することを確認する、
人々の平和も守られるべきであると。自分だけが良ければいい、自分の国だけが安泰であればいいのではない。全世界のこの地球全体の平和が守られてこそ日本の平和は本当の意味をなすと、そのように言っています。私はこの全文を読んだ時、心の底から感じました。この国に生まれてきてよかったと。人間とは何か、どうあるべきか、この地球の一員としてどう生きるべきか、その根本をこの全文から教えられたと思っています。単なる理想論であるとか、そんなことを言っていては、よその国が攻めてきた時に日本を守れるのかと。そのような生活より軍拡を優先させたい人々は言います。そのような人たちに私は言いたい。では、あなたたちが本当に守りたいのは何ですか。今日を懸命に生きる人々、子供たちの笑顔、命、愛すべき人の命。少し目をつぶれば、まぶたの裏に見えてくるようなたくさんの大切な人たちの顔、その人たちの生活を、命を犠牲にしてでも守りたい日本とは一体どこにあるのですか。今私たちが生きているこの国は、日本国憲法があったから守られてきています。戦争はしない、他国を攻撃するような武器は持たない、その確固たる武器の約束である憲法があるから、他の国々はこの憲法を持つ日本を尊重し、日本は数十年間にわたって戦争のない日々を送ることができています。この憲法がなければ、私たち、今の私たちの生活どころか命さえもなかったかもしれません。ウクライナやガザ地区のように何の罪もない子供が懸命に日々を送っている人々が命を奪われる、ほんの一部の権力者の小さな小さな虚栄心、自己満足のために何万、何十万、何百万という人々が命を奪われ、生活を奪われ、住む家を奪われ、未来を奪われていることに、この日本国憲法を持つ私たちは黙ってはいられないのです。もう一度繰り返します。憲法全文にあります。我らは平和を維持し、専制と永住、圧迫と辺境を地上から永遠に除去しようと努めている国際世界において、名誉ある地位を占めたいと思う。どこか遠くのお話ではない、同じ地球上の同じ人間同士が殺し合っているのを、このまま見過ごしてはならないのです。では、私たちはどうすればいいのでしょうか。声を上げましょう。この国の制度政策を決める場にいる人々は、自分の立場、自分の地位、自分の権力にばかり固執し、本当に大切なものは何なのかもう見失っています。出先の自分の虚栄心を満たすためだけに、国の仕組みを都合よく変え、国民を利用し、他国との信頼関係まで壊そうとする。そして日本国憲法というこの国の良心でさえも吹き飛ばそうとする、このような力を私たちの声で、一人一人の思いで変えていきましょう。本当の意味で人を大切にする政治を、一人一人の命、自分の命も他人の命も大切にし、誰も取り残さない社会を、誰かの涙を、苦しみを他人事とせず、共に笑顔を取り戻せるよう、隣に寄り添う社会を、
が、この世界がより良きものとなるよう変えていきましょう。今日この場をお借りいたしまして、私の思い、決意を皆様にお伝えいたしました。長時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。頑固に平和、暮らしが一番、戦争はさせない、それが社民党です。ソーシャルデモクラティックパーティー社民党。社民党熊本県連合代表の今泉克美です。橋村里香副代表は就任後、精力的に県連合の広報として皆様に様々な情報を届けています。そんな中で、橋村副代表自身のアカウント開設を切望する嬉しい声をいただくようになっています。社民党熊本県連合副代表橋村里香の SNS を紹介します。実は橋村里香副代表は副代表就任以前から自身の Facebook での配信をしています。また副代表就任を機に自身のホームページ Instagram も開設しています。ホームページでは活動報告、活動予定、プロフィールなど橋村代表の人となり行動全般を知ることができます。また Facebook では橋村副代表おすすめの地域の自然、学習会の紹介など橋村副代表の感性、思いに触れることができます。 Instagram では橋村副代表が日々の生活の中からの気づきを率直な言葉で語ります。党の広報とはまた違った橋村副代表の一面を知ることのできる橋村里香 SNS にもご注目ください。各アクセス先は概要欄の橋村里香 SNS 紹介コーナーに記載しています。ご利用ください。